はい、どうも皆さんこんにちは。今日は、有名なベースラインジャクソン5の、I want you back のベースラインの一部をご紹介したいと思います。これはもう、16分音符が、結構主体の、ちょっとリズムが難しいんですけど、右手と左手の、バランスの練習にちょうどいいし、この16分音符の粒立ちの練習にもなりますから、ベースラインが非常にかっこいいっていうのもありますし、弾けたら本当に満足度が高い曲なので、一部分をちょっとご紹介したいと思います。じゃあまずどんな感じか聞いてみてください。これからちょっとテンポ落とした感じを弾きますので、それを参考にしてみてください。運指がですね、結構細かいので、指の練習になると思いますので、ぜひ、皆さん習得して、このね、かっこいい曲をやってみてください。